最強王国の熱き父をマウリシオ・ダ・シルバ、ブラジルで学んだ極真魂ゴッドハンドにグローブをまといキックボクサーに挑む、わがままな剛腕西田和志、全日本キックで猛威を振るう問答無用のメガトンパンチがついに一撃に上陸。第6試合マウリシオ・ダ・シルバ対西田和志。マウリシオ・ダ・シルバの戦意を反らすかのようにずらして第1ラウンドが始まりました。過去2戦第1ラウンド中に KO をもぎ取っている画面左側青いグローブのマウリシオ・ダ・シルバ、一方の重い左のミドルを出してきます西田和志は赤いグローブ、左のローパチンと乾いた音だ、左のミドルを出していきました、左のミドル全く動じない青いグローブのマウリシオ・ダ・シルバ。磯部さん、何かこうヘビ級ともなると厚み重みが違いますね。重みが違いますね。音も違いますね。左のミドルを出していきました、はい、日本人初のムエタイチャンピオンの藤原さん、このキックはどうご覧になりますか。いいですね、重いですからね、それと同時に今日はタイミングが非常にいいですからね、はい、何か関根さん、こう雰囲気がガラッと変わりましたね。そうですね、西田選手動き早いですね、はい、182cm 91.3kg 画面の左になりました赤いグローブ西田和志、全日本キックのヘビー級チャンピオンです。過去9戦で7勝 4KO、 一方過去2戦は1ラウンド中にダウンを奪って相手をマットに沈めていますマウリッシュ・ダ・シルバ、あのフランシスコ・フィリオのスパーリングパートナーでもあります。左のミドルが入った、しかし全く動じない、今ダ・シルバのカウンター気味のパンチが入りました。左のミドル、ダ・シルバは西田選手のミドルキックをものともしないですね、さすがこの辺り、スパーリングパートナーでね、やっぱり重い選手がいるから、はい、慣れてるんですかね、父親を小さな頃に亡くしたのでフランシスコ・フィリオを父のように慕っている、この画面右側がマウリシオ・ダ・シルバです。今日も勝利はフランシスコ・フィリオに捧げる、そう話しましたマウリシオ・ダ・シルバ。やや動きが止まってきたか、第1ラウンド間もなく2分を経過します。右のミドルを出していきました。さあニュートラルコーナーに追いついて、ここはクリンチで逃れます。磯部さん、ここまでご覧になっていかがですか。まあ、互角といいますか、はい、マウリシオ・シルバーのシルバーがね、はい、パンチを狙ってるんですね今ね、はい、うん、腰淡々とパンチを狙っています。左アッパーが最大の武器だと話していましたマウリシオ・ダ・シルバ。こちらフランシスコ・フィリオがリングサイドで見つめますマウリシオ・ダ・シルバのスパーリングパートナー。さあミドフック、強烈な左右のフックがあります。左のハイを出していった。まだ両者お互い決定打はありません。過去2戦は第1ラウンドで決着をつけたマウリシオ・ダ・シルバですが、さすが西田和志を相手に第1ラウンドにはどうやら決着はつかなさそうです。まもなく 5秒を切りました。第1ラウンド終了です。マウリシオ・ダ・シルバが初めて1ラウンド中に相手を倒すことはできませんでした。第1ラウンドマウリシオ・ダ・シルバのこの左のフック、磯部さん、やはりこうパンチパンチを狙っていたんですかね第1ラウンド。いやもう本当にね、前の2試合もみんなあのパンチ倒しますので、やっぱりそれを力が入るんでしょうね、はい、その方に、はい、ただ藤原さん打たれ強いですね。西田選手のですね、やはりフットワークとこの左のキックがあるんで、シルバのパンチの距離がまだ遠いんですよね、はい、もう少しやっぱりインサイド入らないとやっぱりあのパンチはいけませんからね、はい、さあ第2ラウンドが始まりました。そうすると藤原さん、これは西田の距離と見ていいんですか。そうですね、あくまでも今西田選手の距離になってますから、だからこれ組みついた入る瞬間ですね、このパンチがやっぱりもう少し中に入らないと、はい、あのパンチは生かせませんからね、さあ序盤から積極果敢に左のミドルを狙ってきます。そして左のハイ、ロープに追い詰めました。相手の出方を伺っている赤いグローブの西田和志、全日本キックのヘビー級チャンピオンです。さあマウリシロ・ダ・シルバがロープを背負ってこれ回を入れ替えました。田辺さん、はい、距離についてのお話がありましたが、西田サイドですが、はい、少し詰められすぎているぞと、うん、もう少し距離を取った方がお前のキックも効くんだという指示が出てますね。そうですか。そうすると藤原さん、西田陣営としては、はい、まあ
もうちょっと距離を取った方がいいということなんですね。まあ、確かにパンチを殺すためにはやっぱり先ほどいつも仕上げたように内股ロー、内股ローで崩して、そこに顔面に持っていくというパターンが一番理想でしょうからね。さあ左のハイが入りました。KO での決着は必死だと思ったんですが、杉浦さん、何かこう見応え十分の試合になってますね。そうですね。あっと膝が入った。腕ですね、今のミドルですね。ミドルが入りました。あっと顔面をしかめて歪めています。左の肘に入りました。あっとここでテクニカルノックアウト。右の肘に入りました。西田和志がマウリシオダシルバを下しています。喜びを体全体で表現します。勝者西田和志。ミドルは重いですね。勝利を飾りました西田和志選手は、まあ、日本格闘技界待望のヘビー級、そのヘビー級クラスの逸材でもあります西田和志。ダシルバはまだ顔を歪めています。肩ですかね。いずれにせよ右腕ですね。そうですね、肘でしょうか。肘、あのガードに、ガードの上からもろともせずに持ってきました。西田さん、西田ですね。いや、関根さん、意外な形での結末になりました、そうですね、右のパンチをね、殺すためによく腕を蹴っていくんですけども、あれで決まったということは相当強烈な蹴りですね。まあ、そうですね、やはり自分がやはり距離のある機器を持ってますから、今度インサイドになった時 このパンチでこの一発で攻めるという一撃の必殺パンチが欲しいですね。そうですね、